台湾の総統選挙で中国と距離を置く与党・民進党のライセイトク氏が勝利したことを受け林官房長官は先ほど日本と台湾の協力関係を進化させていく方針を示しました台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくとの立場を踏まえつつ日台間の協力と交流のさらなる進化を図っていく 林長官はこのように述べた上で、中国と台湾の問題について平和的解決を期待し、状況の推移を注視する考えを示しました。また、上川外務大臣による祝意の談話に中国側が抗議したことについては、民主的な選挙の実施に対してこれまでも祝意を示していると述べました。